はい、こんにちは、シャティです。ヘルパです。よろしくお願いしますよろしくお願いします。本日はあつ森の4月23日に行われたアップデートの紹介をしていきたいと思います。はい、ということでアップデートをされた項目を大まかに分けると4つですね。4つちょっと軽く概要を説明したいと思います。はい、はい、1つ目、1つ目は美術品博物館の増築ができるようになりました。おお、素晴らしい。ということでね、美術品の展示室っていうのがね追加されるようになったんで、買えるところも出てくるので、そこら辺は動画で、後で説明したいと思います。はい、で2つ目は、イベントですね。4月23日から行われるアースデーっていうねイベントが追加されてます。でこちらもまた後でじっくりね概要をね説明していきたいと思います。あとはちょっとね悲しくなっちゃうんですけど、3つ目はたぬきバンクの金利が下がっちゃいます。ショックだね。ね、はい、で次ね、4つ目、4つ目もちょっと悲しいんだけど、株の売却が時間をちょっとでも巻き戻すと売却の値段、が変わっちゃうので悲しいですねあ、そんな感じです。ざっくり概要説明するとということで、これから詳しい説明についてしていこうと思いますので、どうぞ。じゃあはじめに、博物館に美術品っていうねゾーンが追加されると、アップデートが入ったら、ふうたさんに話しかけると美術品のね場所が開きましたというね話をね受けるんですけど、はい、受けるんですけど、ごめんなさい、まだね多分ね私はねその話を受けただけで、美術品が手に入ってからじゃないと改装工事をしてくれないので、博物館、あ、まだないの？まだないの。どうしよう、美術品買って一日ずらした方がいいかな。ただ贋作は受け付けてくれないんで、本物があるかどうかにかかってるんですけど、あ、そう、その美術品っていうのはこいつです。常吉さんです。この常吉さんっていう方が美術品を売ってる方なんですね。で、静江さんの朝の放送でなんか怪しい人が来てますっていうねお知らせがあるときは、常吉さんが島に来てると。なるほど、はい、そんな感じになります。じゃあちょっと実際買ってみようか。そうだね、何言ってるか分かんないもんね、じゃあとりあえず、どうもどうも、この方もね結構最初の方からねどうもりのねキャラクターとしている方なんで、常吉がね、昔から美術品売ってますよ。なるほどね。でももうね巧妙にね、偽物と本物を売ってくるから、なるほどなるほど、ちゃんとねちょっと見分けがねすごいしづらいんだけど、心配だったらネットで調べながらやった方がはい、そうだね、安心して買えます。まあ、今回は見ないでね、見ないで当てる、見ないで当てられるかな、頑張れ探しておられる。はい、探してますなんかうさんくさいんだよな顔が。そう、めっちゃうさんくさいのなるほどな。たまたま偶然粋な名画をお持ちしてるんですよ。マジで、おお、何円だろう。はっ、ちょっと待って、49万。ちょっと待って、手持ちが足りないよめっちゃ手持ちが足りないよ。どうしたらいいの、どうしたらいいの。とりあえず下ろしてこよう。タッカーってとりあえず言えばいいかな。ああ、お、お、はい、安くしてくれんのかな。安くしてくれんじゃないのこれ、いけんじゃないの。いや、安いじゃん。ちょっと待って、おかしいおかしい、絶対おかしいこれ偽物じゃないのちょっと待って、いやでも意外とね本物かもしんない、いや絶対偽物だろ今回。なんか偽物捕まされそうな気もするけど、まあこれはね、
事前に見れないからね、うん、うん、ちょっと買うしかないね。よし買ってみよう。オッケー、買った。あ、そうか、事前に見れないのか。そう、これいるって見せてくれないのか。そう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 、だからさ、なるほどね、あれ偽物と本物見れないね。うわ悪い顔した、悪い顔した、めっちゃ悪い顔してるよ。よしやってみよう。よし、じゃあやるか。さあどうでしょう。とりあえず果たして結果は、果たして結果はふうたさんにあのね渡せばね、偽物か本物か確実に見分けてくれるんで。 あ、一回、じゃあ一回見よう。一回設置して、うん、本物か偽物か当てよう。オッケー、じゃあここに設置してみるね。うん、で写真で多分拡大すれば見れると思うんだよ。うん、おお、これは、ああ、これは、日本ではとっても有名なやつですね。そうだね。日本ではとっても有名な、葛飾北斎さんが描いたやつですね。あ、そうだ、葛飾北斎だ。どう思う？俺は、本物だと思う。ほんと？うん。じゃあ私、偽物で。偽物？本当に？え、なんか、何が違う？もっと、なんか山でっかくなかった。気のせいかな。あー確かに言われてみると、ちっちゃいな。いやこれ本物だったら俺だいぶ失礼なんだけど。そうだよね、ちょっと本物と言えるかな。あれなんか山なかったっけ、気のせいかな。いや山もっとでかかった気がするな。うーん、じゃあちょっとなんか偽物な気がするんだけど、一応出してうんうんうん、来て見ます、うん、見ましょう。買うしかなかったからね。そうだね、でもまあ、うん、言うて4980だから、うん、全然そんなね、大丈夫大丈夫、オッケー、そんな損はしてない、オッケー、腹立つけど、うん、ちょっとね、偽物をつかまされたって思うことに関してはちょっと悲しみを感じるんだけど、うん、いやもうなんか偽物前提で話してて、これ本物だったらやばいよ。やばいよ。そしたらもうちょっとね、めっちゃ土下座でね、北斎さんに土下座しないと。そう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 。じゃ あどうでしょう、鑑定してくれますかね。いやーやっぱね、お昼時は寝てるようだからね。お、うん、これね、そうだ、これで渡すと、うんうん、いやーこれが悲しい顔にならないことを祈るのみだよ。粋なメイガー、よろしくお願いします。これはあの粋なメイガーではありませんか。そう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 、粋なメイガーだから本物であってほしいな。お、ほんと？ほんと？ほうほうほう、ほんと？おお、あ、本物だった？北斎さん、マジで？申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。いや怪しそうとか言ってごめんよ。ごめんなさい。そしたらじゃあ1日進めてみよう。オッケーイ。はい、こんな感じで工事中です。あー、なるほどね。はい、入れないので、ふうたさんにも今日一日会えません。はいはい。やったね、やったね、できたね。美術品の展示室ができました。うん、やった楽しみですね。すぐ行こうね。ん、あ、これですね、うん、偽物ね、うんうん、みんなも気をつけて、うん、見れるのかな、次からは。さあ行きましょう、博物館の方へ。うん、外観はか、うん、あれちょっとでっかくなった、なんかちょっと外観変わったような気がする、気持ちでっかくなったような気がする。入ってみますね。はい、おお、変わった変わった変わった、ここここここ、あーなるほどね、おお、いったいった、ここね、ここが美術品の展示エリアになります。展示室か、うん、そうだね。どんな感じ？おー、ほう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 、ほうほうほう、ここにいろいろ飾られていくんだね。そう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 。で、私が寄贈した粋な名画は一体どこへ行ってしまったんだろう。実は偽物だった的なオチはない？いや、まさかまさかそんなわけ。あーあー、あったあったあった、あった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 。あーよかった、いまだに本物って信じられてないんだけど。うん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 、おー、あ、でもあれなんだね、粋な名画とかっていう名前になっててさ、北斎の正式名称に、うん、ああなってるなってる、すごっ。おー
ちょっとまだ寂しいけどな。うん、ちょっと寂しいね。こういうあたりがなんか結構でっかかったりするのかな。うん。ね、こういうあたりとかね。そうだね。うん。はい、ということで2つ目は？2つ目は、アースデーというイベントがこれからね、開催されますね。うん。4月23日から、5月4日かな？うん。で、このイベントでは、お、うん、そうそうそう、これだね。アースデー期間を設けることになりました。うんうんうん。はい。そうですね。お得なキャンペーンも開催する予定らしいですね。うん。うん、でこちらのイベントで、園芸屋さんのレイジさんが、うん、来られるはずです。ではじゃあアースデーということでね、おそらくあの案内所前にいらっしゃると思うので、うん、お会いしに行こうと思います。はいはい、こちら、あ、ちょっと待ってねこちらアースデーイベントということで、うん、はい、園芸店のレイジさんがいらっしゃってます。はい、こちらでは低木、木のちっちゃいバージョンと、うん、あと入手しづらいお花が売ってるということで、うん、忘れず買っていくことをおすすめします。あと雑草が2倍の値段で買い取ってくれるそうなので、これだね、低木のない、そう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 、まあ、季節ごとにいろんな花が咲くんだってね、うん、楽しみだね。ね、そう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 、なんかこう お庭のねバリエーション増えそうだね。うん、柵の代わりにしてもいいかもしんないけどね。あーあー、なるほど、うん、おっ、ツツジ、あ、そうなんだ、春で花が咲くやつなんだね、うん、よろしくの、おお、ツツジと金木犀、これはいつ花をつけるんだろう。あと、どうなんだろう、あ、ここね、私の村の特産品コスモスなんですけど、うん、そう、バラとか菊が全然手に入らなかったので、あ、これとかも買っておきたいな。こんな感じで植えてみました。お、はい、で、このツツジは木ができて、うん、花をつける、なるほどね、そんな感じに成長します。そんな感じにね、はい、あとは、うん、あのアースデーイベント期間ということで、はいはい、マイレージの方に、うんうんうん、なんて言えばいいんだろう、やることとして追加されてるらしいんですね、これね、毎日、うん、あー、なるほどね、はい、植えてみようキャンペーンみたいなので、あ、結構でかいね、でかいね、1日1個出るんじゃないかなと、うんうん、はい、思います、うんうん、すごいマイルが美味しいので皆さん毎日やることをおすすめします。はい、はい、さて2つ目のアップデートはこれで以上です、うん、で3つ目に入るんですが、3つ目はちょっと悲しいお知らせなんですけれども、じゃあまず1個目じゃね、3つ目見ていきましょう。はい、こちらね、たぬきバンクから手紙が届いてるんですよ。うん、これもうタイムリープした人はみんな知ってるよね。知ってるね。うん、はい、1ヶ月に1回ね、うん、金利が、ATM に預けてる額に応じて金利が来るんですね。うん、こちらの金利が引き下げられることになりました。いやー、もうショックだよ。2000万ベルを預けてると99,999ベルの金利がもらえたんですね、うんうんうん、それが最大、うん、でそれが下がるということは、うん、どれぐらい下がるのかまだちょっと知らないんですけど、うん、はい、まあ、そこまでちょっと大きいタイムトラベルはねしないでおこうかなと思うんだけど、うん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 、まあそんな感じで、はい、ちょっと悲しいお知らせでした。うん、まあでも言うてね、あの通常プレイしてる人は金利なんてたかが知れてるから、うん、そうそうそう、言うほどなんか別にね、ね、1日で多分10万ベルぐらいはね、ああ普通にプレイしてればね、普通にプレイしてればきっと、あの魚とか虫取ったりすればね、うん、あのうまいこと稼げるだろうから、まあ、金利が引き下げられてもそこまで痛手ではないかなと思います。うん、まあそうだよね、うん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 、まあ
4つ目がね一番ね、やってる人は痛手かもしれないね。そうだね、うん、俺らはやってたね。はい多分一番効率よくお金が稼げるやり方ではあったとは思うんですけど、うん、はい、いや皆さんおなじみの株ですねやってる人はね、意外と少ないかもしれないけどね、やってる人。今までは時間を1日の中で巻き戻すことであれば特に株価は変わることがなかったんですね、うん、例えば午前中の株価がめっちゃ高かった600ベルだったら、午後になっちゃったけど午前にもう一回巻き戻そうって思って巻き戻しても株価は変わらなかったんですね、うん、ただ今回入ったアップデートだと1分でも巻き戻すと株価変わります。時間操作してる人だけだよね。そう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 、なんかもうちょっと自分売りたかったとか他の人が来て私の村で売らせてあげたいなって思ってる人たちには大いに関係あることかなって。ああ、そんな感じのアップデートでした。そうだね、はい、今回のアップデート情報としてはこんなもんか。こんなものですね。まあ他にもいろいろなんかイベントが追加されたみたいなんですけど、うん、ちょっとその日になるまではね、うん、まあ未来の話だからね。未来の話だからね、うん、一応まあ読み上げだけすると、今後実装する予定のアップデートを読み上げていくと、うん、5月1日から5月7日までメーデーが開催されます、うん、あとは5月18日から5月31日までが、うん、国際ミュージアムデーが開催されます、うんうんうん、あとは6月1日から6月30日が、うん、ジューンブライドが開催されますだって。どうなんだろうね、うん、リアルでさ、うん、この時期結婚式とかなかなかできないもんね。そうそうそう、もしかしたらすごい綺麗なね、うん、教会とかいい景色のある場所とかね。あ、ジューンブライドちょっと気になるね。ね、え、でも結婚っていうシステムないよね、動物の森に。ジューンブライドって結婚じゃなかったっけ、ね、そう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 、そうだよね。一応、そういった形でアップデート情報はあるんですけれども、うん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 、まだタイムトラベルをしても、うん、現実時間の、まあ、5月とか、うん、6月とかを過ぎない限りは、うんうんうん、イベントが開始されないそうなので注意してください。はい、アップデート内容としては以上ですかね。そうだね、うん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 、いや結構盛りだくさんだったね。でもね、ね、ゴールデンウィーク中もねアースデーとメーデーがあるから、うん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 、すごいね遊べるね、いっぱいね、うん、俺全然進めてないんだけど、まだ工事のライセンスすらないわ。いや進めようよ、トタケキさんが来るよトタケキさん手伝って頑張る家具とかいっぱい置けばいいからね。あーなるほどね、うん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 、頑張ろっかね。でまたねこういう形でアップデート情報じゃなくてもね、うん、のんびり遊んだりするようなね動画とかも上げられたらいいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。次の動画も見ていただけると嬉しいです。それじゃあまたねー。